はじめました。スタディオバレーにパート26やってきてと思います。あ、おはようございます。レイさん、おはようございます。なのかどうかわからないけど、おはようございます。ではでは、前回の続きやってきたと思います。ちょっと待って、なんかマウスがクソみたいになんか、なにこれ、どこ向いてんのこのえ、待って、なんか、なに、あー、オッケー。よし、やっていこうと思います。で、なんですけども、昨日の続きって言っても、まあ、ぶっちゃけ雨降ってるから、まあ誰も出ないから、まあこいつらの体調管理からかな、最初は。バイバイ。今日ちょっと遅いよね。ああ、そう、今日ね、ちょっといろいろあって、配信できなかった。最近ね、ちょっといろいろありすぎて、ちょっと配信がね、ちょっとごたついてることが多い。まあ、そこはちょっと勘弁してください。ちょっとね、最近忙しくて、ちょっとね、ちょっと遅くなってます。まあ。まだけど頑張ろうとは思ってるんで大丈夫です。俺が毎日投稿じゃねえや。毎日配信すんのは、そう、珍しいんよね。毎日投稿はね、毎日投稿じゃないか。毎日配信はやっていこうと思ってるから大丈夫。ご苦労様です。はい。だけど、毎日配信する理由も、あれだしな。みんなに見てほしいってのもあるし。普通に、あと楽しいからだしな。だからまあ、ぶっちゃけ苦はないよ。毎日配信は。毎日配信してないときは本当にゲームすらしてないことが多いから。まあだからその分ね、こう頑張っていきたいからね、俺は。やっぱ見てほしい。あとね、スタディオバレーがね、最近やってるショーが多い。限界無理しないね。うん、オッケー。無理してない、大丈夫。なんだこいつら、元気やな。今日、あのね、最近スタディオバレーしてる人がね、多い、日本人で。真面目に。多い気がする。だから、俺はちょっと嬉しい。スタディオバレーもちょっと人気になってるんだなっていうのがある。もともとあんまスタディオバレーって、ちょっと、人気ないのかなと思ってたけど。日本人からはしてもまだ人気あったみたい。需要はあるっぽくて、よかった。普通に嬉しかったね。かっこいい。どうしようかな。松屋にと同じグループにしようかな。え、マジ？そう。まあ、大手企業さんの人がよくやってる、最近だと。VTuber の人がやってるね。最近。VTuber の人とかもやってたし。二次三次の人の、人がなんか最近やってたっぽいから、なんか嬉しかったね。いや、やっぱ大手さんがやってくれるとさ、やっぱみんな、え、なんだろうこのゲームって気になるから、やるんだよね、絶対的に。だからこうやってちょっといろんな人がね、やっていくのはね、嬉しいよね。っていう感じ。ま、絶対絡みはないんだけどね。絡んでくれたら嬉しいけど、絡んでくる、もらえないから絶対的に。いやー、絡んでもらえるよう人気なりてえよ。あれ、どこに置くんだっけ。石、そうだ、ここだ。シロップどうしようかな、メープルシロップ。これ、松江と違っていいじゃないか。そう、いいんすよ、どんどん増えてって。マジでいい。やっぱゲーム業界はね、結構いろんな、やっぱね、みんな、なんつうんだ、同じゲームしかやらんから、結構。なんか楽しくないんよね、俺的には。みんな同じゲームばっかやってるから。なんか。まあだってさ、一人にぶっちゃけ、この人はこの配信やってるから、この配信見ようかな。この人はこの配信やってるから、この配信見ようかな、つっても、同じ配信ってあんま見ないんやん。俺は見ないのよ。だから、その分だけ、皆さん、違う分野でやってくれてるから、超嬉しいんだよね。シロップ上でいいか。
メープルシロップ、なんかメープルシロップってなんか預けることあったっけな。プン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 、トリュフオイルが作れん。あ、てかジャムも作ったから一応できんのか。食料庫と、食料庫もう少しで終わるでしょ。あと金庫と掲示板か、金庫と掲示板か。これちょっと育ってほしいな、早く。文字頑張り、ありがとう。こういうレイさんみたいなね、応援がね、どんどん増えてほしいっすよね。増えてって、まあもっと面白いことできるからね、増えてったら。まあレイさんが前言ってくれてた参加配信もね、できるようになるから、それだと。だからね、俺もまあみんなにね、そうやっていろんな人に見てほしいから頑張ってるけど今。どうしようかな、街灯、なんかどっか壊れた場所あるかな。壊れてないか、大丈夫か。なんて街灯いいか、置かなくて。よし、じゃあどうしようかな、今日は掘りに行ってこよう。何もすること一旦ないから一旦掘りに出かけます。釣りもいいんだけどね。ちょっと待って、こんな量多く持っていくか。いや、まあいいか。登山。まあ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 。80階層から行きまーす。金が欲しい。欲しいな、もっと強い剣ないのかな。ちょっと待ってね。そういえばあそこ見たかったんだった、忘れてた。ペリカンタウン、見たいところあったのに見てなかった。ここにか、あー、あるね。やっぱり、やっぱ何かはある。強力なやつ、じゃがいもから作るパンチの効いた、あれ、これってことは酒作りできる。上流、言いたいか分かるかい。私に、くれないか。どうしようかな。いや、友達紹介して、岩で、元気回復セレモニーをするつもりなんだけど、いいエネルギーと、チャネリングするには、クリスタルがいくつか必要なんだ。手を貸してくれない。ちょっと、こっちの方がいいかな。クリスタル。ちょっと。何に使うか分からんけど、回復って言ってる時点でちょっと気になる。ルビー、トパーズ、エメラルド、翡翠、アメシス、全部持ってるわ、今俺。全部持ってる、これ。ちょっと待って、帰りまーす。一旦帰ります。これ全部持ってんで、俺。普通に全部持ってんで。大丈夫やん。あ、取ってこいとかじゃないんだ。普通に、もう持ってきてくれなんだ。あー、簡単じゃん、この仕事。なんか、簡単な仕事はいいね。ブンブンブン、ブン。確か、ね、いっぱいあったはず。よしよし。アメシストあったかな？アクアマリアあったかな？ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、翡翠、トパース。やべ、めっちゃくちゃ見てた。で、ルビー、トパーズ、エメラルド、翡翠、アメシスト、ルトエヒヒア。あれ？なんか待って。ある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 。よし、オッケー。ダイヤモンドいらなかったわ、やっぱり。アクアマリンもいらなかったの。アクアマリン絶対欲しいでしょ。アクアマリン絶対欲しいでしょ。普通アクアマリン結構綺麗よ。
てかアクアマリンいらないんだ。じゃあ持ってくか、アクアマリン。しまってしまって、あ、エミリーだよね。エミリーってどこにいんだ。エミリー、エミリーはエミリー、エミリー、どこ住んでる人。エミリーさん、あ、ここだ、ウィロー通りか。オッケーオッケー、エミリーさんの住んでる場所はウィロー通り。てかスピードもっと速いのがいいな。なんか速くならないかな。なんか靴でさ、なんかさ、速度が速くなる靴とかないかな。あ、いるじゃん、エミリー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 。オッケー、終わったー。もう終わりました。あ、てかちょっとあそこ見てこよう。なんかあれだろう、いいでしょう、もらっときましょう。なんかこれやるといいことあるのかなってちょっと思いながらいるけど、まだわかんない。ちゃんとね、攻略本とか読んでないからね、わかんない状態でやってるのがまあ面白い。ちょっとここに用事あります。これらさ、本さ気になる。ゴブリン M. ジャスパー、ゴブリンとしてのその名を知られる種族の起源は、遠く、どういうこと。ゴブリンっていた、そんなやつ。ブルーマイアヒ ブルーマイアヒルを超えた地だと言われている。緑色の肌、輝く赤い目胸の悪くなるような悪臭、鼻じゃないの、鼻が悪くなるような悪臭、気分がとか、気分が悪くなるような悪臭。彼らが持つこういった特徴のせいで、ゴブリンとの初遭遇は時として経験の少ない旅人たちをあ、ゴブリンくせんだしかもそのギョッとするような見た目に反して、何か頑張れ、ありがとう、おじさん。雨で信号が途切れてます雨で信号が途切れることある？大丈夫、気にせないで。まあどうせ録画残るからそっち見て同じ、程度の知識と、感情を備えている。そのため人間の習慣や言語もなんとなく習…え？どういうこと？あ、ゴブリンっている、いる種族なんだこれ。とあるゴブリンたちは一度、こちらから敵意がないことを示さえすればとても親切で優しい態度を見せてくれた。残念なことに人間側からの、数世紀にわたる不信と冷遇がゴブリンたちの多くに魔女や魔法使い、ネクロマンサーなどの芳しくない存在たちへ、従える道を選ばせている。伝統的なゴブリンの食事はゴブリンが住みかとする、森に生息するさまざまな種の大きくてジューシーな芋虫たちの肉を主な素材として作れる。あ、了解、頑張って、ね。さまざまな種の、また特別な日にはゴブリンたちは、ボイドマヨネーズと呼ばれる食べ物に夢中になる。これはおそらくあらゆるゴブリン料理の中でも最高級の美味しさなんだろうと思われる。あれ、ボイドの卵って確かあったよね。これスロー、ん？スロ、スロ、スロ、スロクー裏パスロ、ん？どういうこと？スオダオオロアツズズブミ、違うな、縦読みじゃないな、絶対に。スアプアアアアスラ、違うな、絶対する。スロ、スロクー、スロクー裏アパー裏、名前のマクイことと、を、
アロ、マウラ、チウラ、ヘネモ、ダップ、ウラ、ホクコト、マクイ、ヨバサマ、ネウイ、トク、ズゴア、オ、アロ、サオミ、カエノ、バエル、バエル、おいバエルに集えじゃん。ヘネモ、アブエ、アブヘ、カス、カスホ、シポソ、ナ、ナゾア、パエブン、んいこ、おわろ、おみ、もうら、ちうら、読みずれ、が、がわ、バエル、ボエル、またある。ボエルとボエル、ことと、へねも、なんて意味がわからんって。意味がわからん。なんだこいつ。何かを消せとかなのかな。すく、つくら、パーラ、ナノ、マイ、こと。どういうこと？意味がわからん。バイルはバイルなんだろうな。わかんねえ。なんだこれ。これじゃないのか。どこなんだこれ。これか。ギュンターからの手紙。すごいな。君のおかげでとても素晴らしい図書館になって本当ありがとう。おお。どうも。どうも。伝説の魚たちの秘密。釣り人たちの間には、熟練の釣り師にしか釣れないレアな5匹の魚がいると言われる言い伝えがある。一度釣り上げると二度と姿を現さないのだという。クリムゾンフィッシュは、夏の暖かい海水の中に住んでいる。ビーチの東側に現れると言われている。アイスフィッシュは冬にし姿を見せない、川と海とが交わる場所、シンダーサップの森の西端にある小さな島のあまりでだけだけすることができるそうだ。アンコウは、町の北、上から下る川が流れ落ちる滝のそばに住むという。またある奇妙な噂によると、地下水には体がひねくれた魚が住んでいるらしい。最後の一匹はレジェンドと呼びレジェンドという呼び名で知られる、これまで誰も釣り上げたことがない。噂によればこの魚は山の池に沈む、丸太の間に潜み、雨が降る春の日にだけカエルの卵を食べに姿を現すという、真の釣り師であればこの魚を釣り上げることができるかもしれない。絶えず釣りの腕を磨いていればいつかはきっとこの手ごわい魚たちを釣り上げられるはずだ。自然に敬意を払うこと、魚をむやみに取りすぎないこと、この2つを忘れずに。やばいわ、俺めっちゃ取りすぎてるよ。ケリカンタウンにつくづくトンネルの中でおかしなものを見かけた。暗がりに隠れた小さなドアだ。試してみたが開かなかった。ギュンター、たまに怖いこと書かれてんだ。なんだギュンター、なんか言いたいことあんのか。あ、お前言いたいことはないのか。なんかちょっと奇妙なことがあるっぽいな。あるっぽいな。バス停。行ってみるか。電池式のロックブロックだ。残念ながら電池は入っていない。電池は入ってない。電池持ってこいってこと？電池持ってこいってことかな？電池持ってくる？あ、気になるから電池持ってってみるか。ちょっと気になるし電池持ってこ。え、
んちでんち、はい、一個持っていくだけでいいだろ。ここだ。最初の指令だ。電車の駅までレインボーシェルを運び、中のレインボーシェルをシェルを運び、この中にいるミスター UI は電車の駅にある箱の中にレインボーシェルを入れろ。レインボーシェルなんて持ってたか俺。なんかあったようななかったような、レインボーシェルなんてあったかな。はいでしょ多分。はいだよね多分。違うのかな、わかんねえや、よくわからんけど貝だった。まあいいでしょう、うん、まあ、多分どっかにあるでしょう。またちょっと置いてくるわ。愛のネタバレわからん。こっちから行った方が遅かったか。もう、誰かこの、やべ、同行席、隠されたロックボックスの中にはミスター QI からの、指令が、電車の駅にある箱の中に、貝殻を置いた途端に、屋根、よくやった。次の包丁の家の冷蔵庫にビールを10個入れろ。あ、なんだこのクエストは、まあ、よくわからんけどちょっと面白そう。ちょっと面白そう。ビールか。ビールってことは作んなきゃいけないよな。作る分の俺、ビール作るやつないぞ、俺、麦が。あ、てか、ビール買えばいいか。買えるよな、ビールって。ビール買えるから、ぶっちゃけいいのか。あっちだったわ。キンキンキン、うん、同鉱石取れって書いてあったから同鉱石取ってくるか。45個ね、大丈夫、集まると思う1日で。
大丈夫なはず。寝よう。はい。夜の間にパオル、カオルが赤ちゃん椅子で産んだ。おい、何すればいいんだよ。え、カオルの子供、何すればいいんだ。え、誰いないっけ。え、誰にしよう。なんて名前にしようかな。何にしよう。マジで迷う。え、アスカ、シンジ、レイ、ミサト、カオル、ゲンドウ、リツコが言ったはずだから、あとあれか、あと、え、あと冬月もいたから8匹。え、何しようかなてか待って、カオルくんから生まれてくる子か。どう、いいや、マヤにしよう。もういいや、マヤ。なんかもうエヴァンゲリオンの人の名前覚えてないって、もうほとんど。あとマリもいたか、こう考えると。やばいぐらいいるよな、そう考えると。キャラクター、え、なんだこれ。ああ、エロが、素敵な功績は本当にありがとう。あなたのおかげですごくエネルギーが湧いてくるんだ。この贈り物は私の感謝の気持ち。あなたのアイテム作りの役に立てられたら嬉しいな。なにこれ、ミシンゲットした。え、お家での縫い、え、何それ。なる、え、うん、ちょっと気になるから。え、何これ。どういうこと、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 どういうこと。仕立てを開始するためにスプール内の材料の中に布や、あー、そういうこと。服の色も変えられますよってことか。あー、すごすごすごすぎ。わがなんて、そんなの。あ、お前ら後でいいや。ちょっとこれ掘ってくるわ、ちょっと今日ごめんな。やってて、これ、これちょっとやってくるわ。今日までだから、最終日だからね。
60何個だっけ、確か65か60だ。あ、掘らないとダメ系か。なんか黒くね、あれこんな黒かったっけ、いつもこんな黒かったか。45個か、もう少しやん。45個。そう考えるとまあそんな出ないか。4時までだったはずなんだよな。あ、で、やろ。460を、受け取りに支払い。うん、これだけ？返し、本当に返してもらったな。なんか悪いな。なんだっけ？あ、そうだ。ポンチョの家に、なんか酒混ざしてこいって言われたんだよな。ビールか。ビート10個。待って待って待って、ビーツ？ビーツってなんだっけ？ちょっと待って、ビーツってなんだ？ちょっと待って。コレクション。ビーツって何ですか？
ビッツ高品だと思うね。何これ、ミリオネア。あー、こんな稼がないといけないんだ。コンプリートコレクションベターズ、誰かとの5まで上げてないな。コック10種類あー作ってない。家を最大サイズまでアップグレードするしてないね。すべての作物を15個ずつ出荷する。ん？どういうこと？すべての作物。あー、すべての作物だからすべて一回あれか。はははは。お手伝いを40。あー、やってない。釣りを魚を全種類釣り上げる。してないね。クラフトできるアイテムをすべて作る。してない。すべてのアイテムを出荷する。うわー、すげえな。無理だね。ビール1個買ってみていい？ビーツって書いてあるけどビールかもしれない。ポンチョン決まってここなんだよ。ラインの農場主からアイテム回収する。町の落とし物箱。過去の特別注文品のうち完了できなかったの秘密を回収できる。どういうこと？これ何？オクラインの農場。いやちょっと回収はしないよ。怖っ怖っ。何これ、全部回収できるってこと？金券持ちすぎじゃね？すごい金券持ってんだけど。ビーツってなんだろう。え、まずビーツを知らない。やばいよ俺、ビーツを知らない。ビーツを知らない。てか待って、作る系かなそれか。ビーツなんかやってんじゃん。待って、え、キュービーなわけねえよな。いいつなくね。つってな、いつって何？ビール、ジャズ、肉。いいつって何？いいつってなんだよ。わからない。まだ時期ではないのかな。多分そう思いたい俺は。ビール飲んだら絶対酔うだろう。てか俺知らないこといっぱいあるな。あ、蜂蜜できてんじゃん。データ。よし、こっち。あとこっちか。
帰ってった。もん。え。いや、こいつらからちょっと行ってくるか。あれ、あんまり産んでないね。あんまか。十二？12匹いけますよってこと。私もう枯れそうなやつ1匹いる。これ赤ちゃんか。赤ちゃんはダメなんだ。例えば それからどうするかだよな。ここは多分温室だと思うんだよ。温室の修理って書いてある。ここしかなくね、修理って。多分何もできないんだよこいつ。俺今現状触れないから多分そいつだと思うんだよな。多分本当に俺今わからん。マジでわからん。あれ本当に何かがわからん。だってもうそれしかもう考えようがない。もうそうとしか思えない。俺はもう今現状。あとは木切ってくるか。え、やつどうなった。いい。なってる？あんまなってないね。なってないもんなんだね。夜になっちゃった。木をもらいに来ました。木をもらいに来た怪盗ですよ。待機。あ、待機マジこれでしか取れないのってさ、ちょっとあれだよね。もっと取れてほしい。なんかないかな。こういう時あれ欲しいな。スライムからのダメージなくすやつ。スライムのダメージなくすやつってあったよね。もらったんだよな、スライムのやつクリアした時に。あれ結構役に立つよね多分。絶対的な役に立つ。なんで入ってた。さっき買ったよなここのやつ。何だったっけ。まあいいや、どうせこれ欲しいから。うん、絶対欲しいよね。
10時か。で帰った方がいいなこれ。まだ大丈夫だから。このねまだがね怖いよね。俺はキラさんに、いやまだ大丈夫っしょまだ大丈夫っしょとか言って、確かキラさん、いやもうやばいだよやばいよやばいよって言われてるのに、普通にいや大丈夫大丈夫やとか言ってたら全然大丈夫なかったっていうことがあったから、うん、大丈夫はダメだね。大丈夫よくねえわ。帰ろう帰ろう言いながら帰ろう。え、上に湖があるね。よしよし、こっちに行けば。あ、ほらほら、ライトある、ライトある。これがあれだから、帰れる、ここ帰れる道だからっていうのが分かるね。分かる道ですね。うん。さあ、帰りのロードだけが長い。あれ、作るか。作ってもいいな。あ、あれできてたのダイヤ。まあ、一旦寝るか。終わったか。セーブされました。OK です。でだ、一旦物整理しよう。ここのダイヤモンドとります。あざす。ダイヤモンドいっぱいできてんな。ダイヤモンドいいね。こうやっていっぱい取れるのもマジでありがたい。キノコ類を見ないと。あとはこっち、わさびあるでしょ。あとは花か。あ、木入れんの忘れてたー。まあいいよ種。いモンスターこれで岩。オッケー。これで、いやお前ら出てきたかも。もうお前ら挨拶挨拶ほら挨拶。もう出てこないの？量は多いな。お前ら出なくていいの？外に。あれ？お前触ったっけ？記憶ねえ。お前と触った記憶が。はいはい。ではではでは。おっきい。こいつから来れるじゃんもう。ほら、挨拶挨拶。おお、来たか。おお、来たか来たか、お前ら。一匹だけ残っとる。なんでお前残っとる？具合悪いか、今日。大丈夫か？大丈夫か？具合悪いか、今日。まあまあまあ。乳、絞んないと。あれだろ、ちょ、気持ち悪いやろ。お前はちょくちょくしような。はい、お前らちょくちょくし終わったな。なんか誰か帰ってったやついなかった？いだけお前ちゃうな。ごめんな、お前取ったな。お前からはごめん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 。お前は取ったな。お前だったな。ミルクが4。あれから大丈夫。 OK。ちょ、ごめん、どいて。ごめん、どいてや。ちょっと、どいてもらわんと。さすがに、いけへんわ。はい。おぉ、もう、混んでんな。混むな、ここ。すごい。人気あるんやな、やっぱ、そ外は。ちょっとね、もうちょっとでかくしてやりたい、あそこ。かわいそう。もうちょっとでかくしてやりて。だけど、そこまでの金がね。すまねえな。すまねえな、ほんとに。出た。あー、木もどんどん成長してってるね。ありがてえ、ありがてえことだ。おう。ありがとう。卵ありがとう。スーパーナマコの卵。卵。ハマコンじゃない、卵。
でどうしようかな。普通にあそこ見てこよう。こっちからでもいいか。思われな気がするけど、まあ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 いいでしょう。さてさて、出てない。あんま出てないか。例えば下水道行ったねえな、春になって、今年になってから。よう、どうした、どう、あぶねえ、スプリンクラー買うとこだった。あぶねえ、間違って買うとこだった。機関の杖欲しい、機関の杖欲しい。これね、ボイドエッグ。このボイドのやつで、確かボイドマヨネーズを作れるみたいな話してたよね。ゴブリンが大好きなみたいな。だけどさ、ゴブリン大好きなって言う気してるけどさ、ゴブリンまだ会ったことないよね、俺。どういうこと？ごめん。ここのバリアいつ解かれるん？ここでも多分、このやつは釣ったんだよ。主的なものは。だな、どうしようかな。あれ作りてえな、移動が楽になるもの作りてえ。ありがとう。バスにはまあいいかな、金銀持ってるしな、金銀ノーマル。あと食えないしね。どうなんやろ、持ってた方がいいかな。うん。よし、作ってみる。じゃあ、あのこれ片息30、光結晶と金。光結晶、硬い木で、金の延べ棒だよね。ピチャーって言ってるから多分いるな、明日。200、これ焼いとくか。このやつを とんでもないめんどくさい。じゃあ、あーすごい便利じゃん。え、超便利便利便利、超便利便利。え、いいじゃん。さ、選択肢あったらいいな。待って、ちゃんと、出して、農場2箇所設置して、その間をワープする。え、もう1個作ったらどうなんの？正確に言えば。もう1個作ったらどうなる？ああ、楽しい、これ。いいね。これで便利になった、下に行くのが。とんでもなく便利になったね。
じゃあだな、これからどうしようかなってかな、なんだったら、鉱石4個らしいです。どう？ないわ、終わってたわ。なんか別にこれしなくていい。なんでかっていうと、多分だけど俺あれが出るかと思ってやったんよ、あのイリジウムの鉱石あれ伝統も多分、これイリジウムの鉱石多分伝と思う。いや、そやけどね、一回も出たことないから、イリジウムの鉱石が。あ、だから、おお、もう銅鉱石できとる。なんやけん、だから、いいかなって感じやかな。よし。これで、オッケー、一旦。じゃあ、あそこ行くか。釣りでもする？次の日釣りでもする？春は集めるか。ちょうどいいからここの木切ろう。ここも切れるよね、確か。切ってたー。よし、で、洞窟行きます。レッツゴー。ここでいいか。宝石を借りに来ました。さすがにこんな持ってくる必要なかった。物資を。あとね、石とかね結構使うんよな。なんかよう分からんけど、なんか石とかよう分からんぐらい使うからさ。出たね、下の絵の階層。今の何？あれ、もう社内への回数あったっけ？あれ出てなかったっけ？出てたー。お席だけするか。痛い。よし。
きます。なんかある？なんもねえか。なんもねえか。あったーん。ラッキーボーイ。ダメージねんかな。うん、8時50。壊してないもん。てかあれ農場だけかな、本当に。なんかワープするやつ。あれ海に置けないかな。置けないか、さすがに。そんなことできたらすごいもんな。さすがにないか。もう昭和の会社出たわ。イリジウムの上ってあんのかな。ないよな、さすがに。確か出なかったよね、ツルハシ持ってた時。あれ出てたかな。いや出てなかったはず。だからちょっと、あ、出てないんだなと思ったから。あれか、後から出てくるタイプかな。だってこれって結構アップデートされてるんでしょ、スタジオバレって。スタディバレーって結構アップデートされてるらしいから。どうなんだろうね。帰ろう。結構アップデートされてるって聞いてるから。うん、ありそうだよね。まーす。うん。セーブ完了。用途がないね。こっちは出てくるの早っ。スピード。でもようわからんから最初にわかるどこだっけ。スタルスタルサッパイ。もう一点。うんてて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 。てスタルスタルサッパイ。あとはモンスター。モンスターを置きに行ってきます。いっぱい置けるな。あとちょうど5個。
本当にちょうど5個。はい、おはよう。おはようね、おはようさん、おはようさん、おはようさん、そちらはどうだいやってるかい。おはようさん、おはようさん、そちらはどうだい、目が覚めてるよだったよね、昔。今もあんのかどうかわかんないけど。出ないっしょ、多分出んのかな。あれ、お前も家に残ってんの。あーてかやっぱあっちにもしかしてさ月はないんかな。釣りの日です。ワンタイム。モベリスク置けるかどうかちょっとやってみる。どうなんだろうね、できないのかな。あー農場だけだ。海には置けないか。ちくしょう、マジか。アルサボイ、え、ガラスかけろ、初めて拾った。砂にはガラスがあるって、あ、よくなんか言うよね。餌食ってくれません。おい、やっとけよ。ちれ、千本桜かけよし。ちれ、千本桜かけよし。アイスはなんで落ちてんねん。アイルサッパー。始めます。釣れた。じゃ、春の釣りは何釣れんだが。春は何釣れんだっけ。この時期お氷は釣れるってことはそうだね。うん、夏と結構同じかも。高いの釣れそうだな。あ、うん、多いわ。高いの、高い魚釣れるな。値段が高い魚釣れるわ。
結構値段が高い魚はね本当に嬉しい。確か前マンゴーあったからな。危な。ヒラメはね高く売れたはず、記憶だと100何円マジでね、魚と野菜で経営してるから俺は。死神牧場はそういう経営の仕方しております。イワシはいりません。安いです、イワシは。とんでもなく安いです。イワシはマジバカ安い。頼む、こっち来てくれ、こっちの方来てくれ。ヒットね、これだけ刺して。オッケー、いらねえ木材やん。嬉しい、ちょっと嬉しい。普通に木材は、うん、一番いらない。海藻とか一番いらない。今食料こっちだもんな。ヒラメか？違う、イワシだ。耐久力もうなくなってるな。多分この1回で壊れちゃうかな。いや、まだ大丈夫か。どうだろう、壊れちゃうんだったらまあしょうがない。まだ大丈夫か。うん、壊れたわ。釣れてくれ、頼む。釣り配信になるとさ、一気に人いなくなっちゃうよね、絶対的に。だけどさ、釣り配信の方がさ雑談できるからさ、来てほしいんだよね。めちゃくちゃ見る余裕がある。やっぱそこ悩みはな、配信的には。人来てほしいから、コメントめちゃくちゃしてほしいんだよな。なんかあまり不快になるようなこと言われなければ、ぶっちゃけ俺何でもいいからな。不快になるっつっても、まあその、なんだろうな、どこまでの距離はあるかって言われたら、なんだろうな、本当に、このチャンネルのネガティブなことって言ったら、なんだろうな、人生批判されたら多分俺、さすがにショックかな。ぶっちゃけね、あとなんだろうね、何言われたら批判的なコメントなんだろう。まあその時俺が嫌だって思ったら嫌って言うわ。この配信の配信じゃねえ、この コメント欄は嫌だな。あ、だけど最近ちょっと嫌だなと思ったコメントはあったわ。あのね、チート販売のコメントされた時はちょっと嫌だったからすぐ消した。チート販売のやつはマジでゴミ。俺チーターが一番ゴミだと思ってる人間だから、ゲーマーの中で。あの煽りプレイとかだったらまだ別に、ぶっちゃけおいなんだこいつらって言っかるけど、チーターよりはマジで大丈夫。だってあいつら
まだ真剣にやってるもん、ゲームを。チーターより害悪ではない。チーターでそれだったらもう超絶害悪。俺大っ嫌い、もう本当に関わりたくない。もうバンずっとする、ずっと。俺が運営さんだったらバンしてる、ずっと。おい、こいつバンだ、ずっとバンだっつって。で、似たようなそいつがまた違うアカウントで入ってきたら、それも分かるようなシステムを作る。ここまでね、遅刻やれよ俺は。本当にそういうの嫌いだから、チーターは。なんかね、俺はチートで許せるやつは一個だけあるんだよ。GTA で、GTO か ?GTA か忘れたけど、チート、あれできるやつがあるんだよ、ストーリーモードで。なんかコマンドを打つと、なんか戦車とか、あとなんか無敵モードみたいな、になれるやつがあるんだけど、あれを別に、だけまだ許してる。オンラインでやらなければいいって感じ、俺は。なんかオンラインでやらなければいいんじゃないかって俺は思ってる主義の人だから、オンラインで人に迷惑がかかるチートは本当にやめてほしいみたいな。だけど、なんだろう、なんだろうな、なんかゲームでチートはしないでくださいねって言われてるんだったらやめた方がいいけどね。オフラインモードでもチートはダメですみたいな感じのこと言ってたら、俺、それだったらもう GTA めちゃくちゃ怒られてる気がする。もう GTA のオフラインモードずっとチート使ってた。なんかストーリーモードがあるのね。GTA ってオンラインモードとストーリーモードみたいなのがあって。それでマイケルとか、そういうのかな。そういうのでなんかチートしなくて、なんか無敵チート使ってずっと街の中でずっと遊んでた。オンラインをまだちゃんと知らなかった頃かな。オンラインゲームってものをあんまり知らなかった頃にちょっとやってた、ストーリーモード。いや、だけど面白かったな、あれは。なんかね、無敵モード使って軍事基地に入ってずっと戦車でなんかボロボロ撃ってるっていうのがちょっと楽しかったな。あれが楽しかった、普通に。俺チート初めて使ったんだよな、俺あの時。なんか外役のチートってさ、一番俺は嫌いだったから、昔から。え、これゲーム的にどうよみたいな。それはしなかったな。え、だからさ、なんかポケモンかな、なんかやった時に、なんか普通に、なんかね、なんだっけ、ポケモンの色違いなんだけど、親の名前で、あ、これチーターだってのが分かるやつがあるんだよ。それ当たったから速攻でそのポケモン売ったよね。売ったっていうか消したよね。出たか、その、もらったポケモン。俺当時さ、ダイヤモンドパールかな、確かダイヤモンドパール、やった時に、なんかね、俺ね、めっちゃ、ヒコザル好きだったのね。ヒコザルとナイトルか。ポッチャマは好きじゃなかった。最終進化がめちゃくちゃ好きだったけど、ポッチャマは。エンペルトっていう、やつ好きだったけど、初期ポケモンで好きだったのは、本当に、ヒコザルとナイトルだった。一番大好きだった。だけど、ナイトルが林亀になった瞬間ちょっと嫌いになった、一瞬。ちょっとなんかそういうのじゃない、俺かっこいいとかじゃない、可愛い系で、ちょっとナイトルは面白かったのになと思う。なんかちょっとアホそうな顔してるのがいいんだよなと思って、ナイトルの。あとね、なんだろう、その前かな、前の初期ポケだったら、ワニの子かな、俺好きだったの。なんだっけな、御三家のね、俺ちゃんと分かんないんだよね。なんか、こいつがいる御三家はこいつ、こいつ、こいつ、みたいな。まあ分かんないけど、ワニの子、チコリータ、爆風の、火の嵐、ワニの子、チ
チコリータだったはずかな。チコリータ確かベイリーフになんだっけ。俺の記憶だとベイリーフになってた記憶がある。どうなんだろう、忘れたけどね。こういうのやつってなんだろうね。その前だっけ、初期のポケモンがあれなんだっけ、なんだっけ、バシャーモ、最終進化がバシャーモになるやつと、あと樹海になるやつと、あとヌオーみたいな名前、ヌオーだっけ、ヌオーが違かった気がする。ヌオーだっけ、なんかね、それが水ゴロだ、水ゴロヒヨコ、あのキモリみたいな名前、キモリだ、キモリ、水ゴロ、バシャーモ、ポッチャーは違うな、なんだろう、え、なんだっけ、忘れた、マジなんだっけあいつって、バシャーモの初期ってなんだっけ名前、あいつなんだ、だけどちょっと可愛い系なんだよね。最初可愛い系なのにめっちゃかっこよくなんだよ。最後バシャーモつって結構かっこいいんだよな。これがバシャーモ好きだったな。いや樹海も好きだった俺。樹海の方が好きだったな。だけどポケモンはね、ほんとやらなくなったのはブラックホワイト以外、ブラックホワイトを割ったらやらなくなったね。なんかちょっと楽しさがなんかわかんなくなったポケモンので、また久しぶりにやろうかなってなった時がポケットモンスター EV& ピカチュウみたいな、ピカチュウ&EV だっけ、忘れちゃった、あれちょっとやろうかなと思ってやったぐらいかな。あとそれはね、面白かった。ポケモン GO をちょっとやってたから、俺もねジムリーダーだったから、ジムリーダーじゃねえや、俺の町のジムリーダーやってたから。ガチでハマりすぎてさ、ポケモン GO をちょっとやってた時ね、ほんのね、ほんの数ヶ月しかやってないんだけど、やばいよ、俺のうち選挙したから、俺だけで、俺と友達だけで選挙したよ。いろんなとこ回って、いっぱいポケストップとかあんだけど、ジムリーダーになれるところとかね、そこめっちゃジムリーダーなりまくったわ。で、なんかみんなに攻撃されるんだけど、なんかさ、あれ攻撃されても、まあ取られた場合また取り返せばいいから、俺ね、それなんだっけな、ファイヤー、サンダー、フリーザーがいて、フリーザーになってたな俺。なんかね、あの三大ポケモンだと俺フリーザー好きだったんだよな。氷がめちゃくちゃあいつ好きだったな。あとかな、ポケモンで一番好きなシーンがさ、多分みんなも多分好きなんじゃないかなって思うやつがあってさ、ミュウツーの逆襲かな、ミュウツーの逆襲の、なんかポケモンたちが、なんかもポケモンたちが預けるシステムがあって、なんだっけ、ミュウツーの逆襲まだ見てないよって人のためにあんま言わないけど、なんかポケモン預けるなんかことになって、ポケモン預けるんだけど、それでなんかポケモンデータとかいろんなの抜かれて、なんかそのなんつうんだろう、そいつのコピー品みたいなのが使われちゃったみたいな。でそれのなんかそのポケモンがね超かっこいいんだよね。
なんかクソほどなんかかっこよく俺は思えた。めっちゃなんかね、こう男心をくすぐる何かがあったね。あれは本当にあれはね、とんでもなくいいものだった。あ、なんかいや、そんな動きしてたっけ。帰るか。ではさらばだ。ウィーン。よし、あ、納品納品納品終了。寝よ。はい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 、よし。あー、6000しかいかないか。やっぱ春はあんま高くないか。夏が一番高いイメージなんだよな俺が。毎日釣りすればね。お、できてるかこれ。あ、できてるわ。おお。おお、いっぱい収穫日和だー。超えてるぞ。え、これ値段やばくない？絶対に。値段やばい。値段いくぞこれ多分。明かさないといけないからどうしようかな。23456789815でしょ。で、植えるとしてこう植えて、ここにも植えて、で、ここ明かして、ここから。ここにも植える。絶対植える。植えるから。だから絶対的に、
15列が余るから、これバカだからマジなんかね、15列、15個のやつが、9列あるから135個マイナスすればいいのか。135個マイナスするから、9列かける、待って、なんだっけ、45、だから、8だね、9、8合ってるよな、あれ8だっけ、8で合ってるから360でしょ、362、225だから、225買えばいいのか。20買ってこよう。え、225でいいのか。まあ、買ってからだ。200。一旦買ってこよう。225買ってこよう。225。これやってめっちゃ金なくなってるけどね。225個でよかったと思って。だからやべえ、頭悪いからわかんねえ。まあ、多分合ってると思う。多分いや、やべえ、計算機ねえんだよな、近くに。計算機あったらマジで使ってんだよな、計算機。おい、計算機、あ、待って、スマホにあったくね。スマホどこ置いたっけ俺。待ってか、これだけ置いとこう。ないって、で一個貸して、
乾かして、あれ、収穫量は減るけど絶対的にこっちの方がいいんだよな。あれ、ここされてないぞ。待て、なんでだ、栄養価が一瞬なくなってる、なってる、やべえ、一本間違って植えちゃった。壊せないかな。いや、もったいねえ。あ、間違った。うわ、ちょっと待ってー、ミスったーねー。うーん、最悪だ。なんでこんなミスしちゃうかな。1、2、1、2、3、4、かな。やべ、4本も買えなくない？買える？やってないよね、もう。ってことはさ、なんてね、なんだっけ、ありがとうございます。会えたわ。ここはね、こういう時に味方してくれるから。やばいっつって。あれ、5本だっけ、4本だっけ。やばい、忘れてたわ。待って、まずあれ持ってきた。ここで大丈夫だと思う。
オッケー。オベリスク一旦。入ります。でもよかったな。どうしようかな。こっちになるな。いいや。ね、明日が。したいから、これ石と石炭か。てか石炭増えてきてんね。よかった。あんなに前枯渇しかけてたのにさ、超嬉しいんだけど。いいね。ちゃんとアイテムがどん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 増えていくからさ、いや嬉しいんだよな、めっちゃ。だってさ、いろんなことできるようになってくるから。早くねえか、焼けんの。本当にお前ら早いんだな、焼けるの。マッシュルーム入れなくていい。バカか。マッシュルーム入れられても困るだろう。これ焼いとくか。なんか使うかもしれないから。こんにちは、ソースの上へようこそ。手持ちの秘伝のレシピ帳から、とっておきのレシピをお送りします。今週は、野菜炒め、野菜を食べた時に、ぴったりの一皿ね、ごま油少々で、野菜を炒めて、そこに新鮮な生姜とニンニクをたっぷり加えるの。ほら、この香り、うん、美味しそう。らしいです。いきます。おお、ごま待って、えげついぞ。えげついぞ、今の量は。え？よう、あんなに減ってたのが、5万増え。え？すごくない？5万だよ、増える額が。えげつなくない？えげつなくなくない？ないと思うで。さすがに。俺、さすがにやばいと思うで。
ハートマーク嬉しいよ。あとどんぐらいあるかな、まあ、後で。ほら元気だね。今から断髪式を行う。まずはじめにわらミルクをよこせ。出ない？あ、出てるよね。ストレスで抱えるとさ、ミルク出ないことあんのかな。なんかこのストレスを抱えすぎててみたいなことあんのかな。めっちゃ逃げるやんと思った今。よし、では雑草が生えてるぞ。待って、雑草が生えてたある。ちょっと狩ろう、一旦狩ろう。草だけ枯らせて。あります。はい、うわ下もあるな結構。何個増えた。ということを面白い。何？オッケーオッケー。白石のおかげでびっくりした今。普通ビビった今。え？と思った今。あ、俺死んだわと思った今。普通に死んだかと思った俺。危ねえ。もう死んだかと思った今。そうだそうだ、取れ別にね、できない。そうだそうだそうだ、あれに行くからビビった。マジでビビった。え、マジビビりやからな、俺結構。ああいうのビビりでー、俺、ほんとに。マジでビビる。怖いでー。ほら。なんかよくわからんけど、なんかあったわ。なあれ。知らんて。あ、びっくりマークついてる。ジョージへの贈り物。ジョージは町の誰からからも大切にされていないと思っているわ。そんな、間違いよって彼に伝えたいの。12個のポロネギが秘密のいたずらには必要よ。彼は大好物のエブリンより。あ、ちょっとなだなぁ。まあ21日でしょ。
大丈夫でしょ。育つ育つ。一日待っとけ。ちゃんと育つから。あ、おかえりー。落ちた。餌くれ。餌100個ぐらい欲しい。オッケー、ありがとう。あとは？何言ってんの？なんかあれだね、釣り竿増えないね君。釣り竿増やした方がいいよ。おー、カメラになっとるー。ちょっと怖いけどな。なんもないな、あと魚、そうそうそう、魚釣りで金稼ぐから今荒稼ぎ中よ。釣りだお、スモーン、釣れるかな。いっとだけどさ、クソほど嵐の音が聞こえるんだよね。え、なんかこいつ今までないぞ。あ、イワシ？嘘だろ、イワシの動きか今の。全然イワシの動きじゃないぞ。イワシそんなクソみたいな、なんかちょっと今ちょっと俺強敵感出さないよ。俺強敵かもよみたいな。イワシもうちょっとなんかね、おとなしいぞ。あれか、冬の時は寒くて動けないとこかな。春になると活発になるのか、こいつら。そういうこと？そういうゲームシステムある？だけど。ねえだろ。待って、待って、宝箱。カレー、カレー、カレー。なんだ、ダジャレか。カレーはね、ヒラメだよ。カレーじゃなくてヒラメだと思う、多分。あのね、ヒラべったい魚っていう名前で登場してるから、多分ヒラメだと思うんだよね、カレーじゃなくて。カレーじゃなくて。多分ヒラメだと思う。うわ、うるさ。雷。子供の頃ってさ、俺雷めちゃくちゃ嫌いだったな。子供の頃超雷嫌いだったわ。めっちゃビビらされた、子供の時。カレー魚のカレー。やだな。え、だけどね、魚ってね、カレーにちょっと合うんだよ。昔作ったことあるけど。あのね、あのシーフードカレーってあるからね、まあ、シーフードカレーって魚入ってるわけじゃないんだけどさ、あのぶっちゃけシーフードカレーっつっても貝とか貝類とかいっぱい入ってるよ。イカとか入ってるよみたいな。イカとかタコとかなんかいろいろ入ってますよって感じなんだよな。あとエビとかね。シーフードカレーってそんなんだよ。あ、ほらヒラメ。なるほど、そうそうそう、シーフードカレーつってもなるほどなるほど。あれあれ、なんか流されてません？適当。パーフェクト。カレーの話、王子は晩ご飯食べたの？食べたよ。食べたよ。食べたよ。食べた食べた。おー、釣れるの。いつ？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 
あ、いや、魚ついた。いやー、よかった。え、いい魚だった。いやー、そこまでいい魚ではないな。いやー、魚結構釣れるな。魚結構釣れるな。いい魚もっと釣れてほしいな。金になるから。めちゃくちゃ金になるからな。いやー、いい魚釣れないかな。いやー、うん、魚結構釣れ、あ、もっと宝箱が欲しい。本当に宝箱が欲しい。あー、あぶねえ。話題を変えるな。いやー、まあ食べたよ。食べたけど、昨日かな、昨日の昼食べたな。昨日の昼食べたよ。昨日の昼美味しかったよ。あのマック食べた。マック、あ、うなぎだ。ラッキー。マックのね、ロコモコバーガーっていうのを食べた。いや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 、そろそろ食べなさいよ。ほら。いやね、お腹あんま減らないんだよね。本当に減らんのよな。なんかよくわからんけど、本当に減らん。本当に減らん。なんかね、全然腹減らないんだよね。うん。なんか、胃に何か入ってるのって言われるけど、別になんか入ってないと思うんだよね。こんな。え、だけどね、ぶっちゃけあれだよ。多分だけど、友達が毎晩家に遊びに来てたら多分食うと思う。どうせ料理するの俺だし。なんか作れよって言われるから、ああいいよつって作って、多分その時って自分の分も作るから、絶対的に。多分その時、そのことがあれば、毎日友達が来れば多分食うと思う、毎日。まあだけどね、俺はね、思った。うどんだっと。うどん？うどんね、うどんは結構好きよ。だけど自分作ってて、うん、自分がクッキングすると、したら、なんだろうな。何作るだろう、一番。ハンバーグとか、あと、あと何作るっけな。言うて、作るとしてもな、山かかるの作るってなったら、本当に自分のためじゃなくて友達のためになっちゃうから。なんだろうね。野菜も食べてください。いや、食べてるよ。てか、なんだったら料理するとき結構野菜も作るから、サラダ系のやつ。印刷食品が多すぎない？あ、いやいや、あのインスタントじゃない、作るんで、作る、一から作る。あの、俺インスタントあんま食べたことないよ、俺。その前に俺あの、インスタント食品食べたことあるの俺、多分なんだろう、10代ぐらいからもう自分で料理し始めたから。ほんま？うん。インスタントってあんま食わんぞ俺。え、10代時点の頃から自分で料理作ること多かったから、結構よ。
えらいこと、えらいこだ。いや、だってなんか、なんだろうね。なんか自分が作りたい料理は自分で作りなさいって言われたからかな。てか、あと、親の料理があんまり美味しくなかったっていうのもあるかな。なんかほら、よくあるじゃないですか。なんか家の料理が一番うまいってよく言う人。まあ絶対そうだと思うけど。だけど、家の料理が本当にまずかった。僕の下に合ってなかった、本当に。定期的に食べてください。いや、定期的にな、定期的に食べるってなるとな、あれなんだよな、なんかね。定期的に食べてください。やばい。定期的にな、あ、やべ、ミスった。定期的に食べるとなると、てかあれなんだよね。もしさ、俺がさ、定期的に食べるってなると、自分でぶっちゃけ作っちゃうから、あと、あれなんだよね。普通に、なんかね、なんか、いろいろ作れちゃうからもあるかもしんないけど、俺めっちゃ凝っちゃうんだよね。めちゃくちゃ凝っちゃうんだよ。料理をね。凝っちゃうから時間もかかるし、なんかそれがめんどくさいってなっちゃうんだよな、一人だから、どうせ一人だしな、みたいな。食うの。そんな頑張らんくてよくないってなっちゃう。なんか頑張らんくてよくないが勝っちゃうんだよな、すごい。うなぎめっちゃ手に入るな。やっぱりだ。何がやっぱりだ。何がだ。何がやっぱりだ。だけどな、多分定期的に食ってたの俺10代ぐらいは定期的に食ってたわ。あとは料理するのがめんどくさくなるのでめったに食べません。それもめちゃくちゃある。それはめちゃくちゃあるぞ。だけどめんどくさくてインスタント食べたいってならないんだよな。インスタントってあんま美味しいのあんまないし。やれやれ。あ、だけどなんか日本のインスタントって多分海外製品のインスタントラーメンよりは美味しいって言うけどね。なんか海外の俺インスタントラーメン食べたことあるけど、なんかなんだろうな、違う気がする。なんかあんまり美味しくなかった。これは批判になっちゃうけど、多分日本人の口に合わないってのが多分正しいのかな。なんかね、スパイシーヌードルって書いてあって、スパイシーヌードルだっけな、忘れたけど、なんか、ちょっとあれがあんまりなんか辛くもないし、みたいな感じ？なんか、海外のヌードルがね、あんま口に合わなかった、俺は。微妙って思えた。なんか本当にうえまずってなるわけでもないんだよな。なんかえ何これみたいな、何これなっちゃう。多分日本のラーメンと比べちゃうからなんだろうね。カップ麺と、日本のカップ麺と比べちゃうからあんまり良くないんだろうけど、インドミーを試してみてください。
美味しいのインドミー。今度試してみようかな。いや友達にさ、海外に今暮らしてる子がいるんだけど、定期的にもらえるんだよね、なんかそういう食べ物系。知ってる、知ってるって言われて、わかんないから多分友達が知ってると思う。インドミーって食べ物送ってって言えば多分多分送ってきてくれる。まあ、今度食べてみるかって感じかな。どうぞどうぞ。海外製品のね、なんか食べ物でうまいと思ったのちょっとしたお菓子なんだよなあ、だけどこれね、多分海外旅行は何回かあるんだけど、あのね、ぶっちゃけ美味しかったのはね、あのすごいいいなって思ったのが、あのアメリカ、どこだっけな、忘れちゃったな、あのピザがめちゃくちゃでかいのは嬉しかった。なんか日本だと、なんかあの日本の感覚で頼んだこと、頼んで食べたらめっちゃくちゃ量多くてすごい良かった。俺は嬉しかった、あれが。日本のね、L サイズとかね、ちっちゃいんよ。どう考えても。日本のが。とんでもなくちっちゃかったもん。そう考えると。ピザはイタリーだよ。いや、なんかね、確か俺、アメリカで、なんかシカゴピザみたいなの食ったんだよな。シカゴピザかな、違うな、なんかね、なんだっけな、忘れちゃった。ピザはイタリアだけど、イタリアの食べ物だけど、アメリカでもちょっと怪しいよねなんかだけど、食ってみて思ったけど、でかいなって思った。本当に日本がね、ちっちゃすぎる。ものがちっちゃくて、ちょっと、えってなる。えってなる。本当にえってなる。ちっちゃくないみたいな。ちょっとちっちゃくない、まあ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 。日本、どうした、おいおいって思った。だけどね、海外のね、食べ物は量多くて助かる。なんか一気に食べないでいいから。なんか日本のやつだとね、ちょっと少ないからさ、なんか一気に食べ、あ、じゃあ一気に食べるかってなるんだよね、食べるとしても。あ、もういいや、こんぐらいだったら全部食べるかみたいな。だから日本人って多分太りやすい体質だと思うよ。どこのやつだったんだか。あれだよな、日本ってなんかいろんな国の料理が多いからね。なんか日本もう今じゃったら、日本の料理って何って聞かれても、なんか結構海外でのやつっぽくねっていうのは多いな。違う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 、パカ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 。
バカ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 、ちょっと待って、壊すものが、いや、ちょっと待って、叩け叩け叩け。ラーメン。ちょっと待って、壊すもの。ね、ラーメンかな。ラーメンね。危ねえ。誰かに多分喋りかけてないやつがいる。誰だろう。こいつか。にっこりマーク。違うわ。ちゃんと撫でたわ一回は。日本ってさ、餃子とかさ、あるけどさ、あれってぶっちゃけ違う国やんってなる。なんか日本が、あとなんだっけな、俺ちょっと面白かったのがさ、あってさ、まあこれぶっちゃけあんま言わん方がいいのかなって思うけど、なんかね、なんか韓国の人が昔、なんか、日本刀は韓国の文化だったみたいな話をしてた時があったらしくて、餃子は中国、そう、なんかね、刀ってさ、ぶっちゃけ刀、俺結構刀に関してはさ、まあ普通の一人は詳しいかなとは思うんだけど、刀って日本と独特なのが、こう本当に人を切るため、人を切るために作ってる刀だから、こうしなってんのよ。直立の剣じゃなくてね。海外だと昔は叩き切るっていうのが常識だから、叩き切るための剣だから、まっすぐな剣なんだけど、日本って切るための道具にするから、こうなんかこう曲がってる感覚なんだけど、こうしなってるっていうか、それを韓国独特な文化だって言われてたのがちょっと悲しいなって思ったかな。なんかそんなの、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいけど、なんかねって感じはする、俺は。ぶっちゃけ、そんな誇ってもなって。まあ、なんかね、ぶっちゃけ、主体性がないなって思う。なんか、権利が欲しいのかなって思いながらいたね。なんか作れてほしいな。まあみんなになんか論破されてたけどね。いやそんなことないやろみたいな、そんなことはないやろみたいな、日本の文化やろみたいな。カツオのたたきね、あるよ、カツオのたたき。この世界にあるかどうかわからんけど、カツオのたたきはね、美味しいよ。日本食で一番美味しいのって、多分海外の寿司はあんま好きじゃなかったけど、日本の寿司はね、うまいと思う。やっぱ寿司っていう文化は日本だと思うわ、あれは本当に。寿司っていう、寿司とか、結構ね。あとなんか俺思うのがね、あれなんだよね、サンマうまい。うん、うまいよな、サンマも普通にうまいと思う。まあぶっちゃけ一番さ、海外の人が
これは日本の料理だって思えるさ、絶対料理ってさ、これあれだと思うんだよな。あのなんだっけな、名前忘れちゃった名前忘れちゃったな、なんだっけ、あのなんだ、やばい忘れちゃった。キスもうまい。ああ、キス知ってるんだ。キスって知ってるんだ。すごいね。キス知ってるのはすごいと思う。英語でなんて言うかわかんないけど。キスなのかな、やっぱり。キスフィッシュなのかな。なわけねえか。海外だとキスって言わないか、その前に。なんか違う呼び名あるだろうけど。もちろん。けど子供の時魚ってあんま好きじゃなかったからな。子供の頃はもう肉肉肉肉だったな。もう今もぶっちゃけ肉肉だけど、魚もまあだけど好きだけどね。あ、木どんどん育ってる。嬉しいな。もっと育ってよ、もっと育ってくれ木。本当かよ。そうそうそう、マジで本当よ。子供の頃めっちゃ魚そんな好きじゃなかったもん。もう肉肉肉肉だったよもん俺は。なんかね、魚も食わないとダメだダメだダメだって言われたけど、ぶっちゃけ何がダメなのかって言われたことなかったから、そんなん人間食事だけが重要なんだから何でもいいだろうと思いながら食ってたけど、まあ魚食わないとカルシウム取れないから、あの成長もしないよなって思った。どこ行こう。いやだけどもう午後4時か、午後4時だからな、何しようかな。火切りたいから斧持ってこよう。さあ、オベリスク触ります。まあ、だけど、あれだよね。商店、あれ来てない？なんで？全然来ないやん、あの商店。いつだったら来るん？ここにね、多分木あんだよ。あった。あ、だけど子供の頃はね、嫌いだったものね、めちゃくちゃあったよ、俺。あのね、ピーマン嫌いだったし、あ、やばい。やろい、やろい。よし。ピーマンめちゃ嫌いだったわ。なんかね、ピーマン嫌いすぎてね、あの、食事ね、喉通んなかった。あの見るのも嫌だった、匂いも。ねえ。なんかここあんのかな？なんもないのかな？なんもないっぽいの？例えばここは？最高の甘さをずっと追求しています。今はもってこと？甘さのあるものないからごめんな。これでもあげようか。いらないっぽい。よし、もらっとこう。木
切りたいから木切ろう。なんかありませんか？木。お、何してんの？こんにちは、お隣さん。お隣でもないけどね。私たち町の郊外に住んでるのよね。これってなんか意味があるのかしら？え？はぶられてんじゃないの？俺ら。普通にこの町からはぶられてんじゃね？多分住人に嫌われてんだと思うで。俺ら。はぶられてる理由、多分そうだと思うよ。それか、臭いか、どっちか。人間って臭い人って。おじ、ちょっと待ってね。料理が、まだ作ります。あー、オッケーオッケー、いいよいいよ。頑張ってねー。頑張れ、頑張れー。めっちゃ臭いな。ハサミ抜いとこう。ぬぷ。かすこまりました。かすこまりました。田舎弁みたいな。かすこまりました。かすこまりました。へい。ここに生えてる木さ、絶対的に海ポチャするんだよな。あ、じゃあここじゃないか。もっと違うわ。あ、す、困りました。え、何？え、カス、困りました。カスみたいな客が来たの？もしかして。カスみたいな客が来て困ってんの？それは俺かな？だけど、客でたまにカスみたいなやついるからな、本当に。めっちゃクレーマーとかいるからな。クレーマー。いや、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 そんな。俺、クレーマー、クレーマーはね、マジどんな人か知ってるよ、俺は。俺はね、一回どころか結構な頻度で会ったことあるから、クレーマーに。マジで気色悪いほど見てた。なんだこいつの。え、え、え、なんかいる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 。なんかいる。あ、え、これはダメなの？え、何それ、配送求めてんの？冗談だよ。大丈夫だよ、冗談。待って、明日になって来るわ。明日な、明日、お前、待っとけよ、そこで。明日まで待っとけよ。やべ、やべ、寝てくださいって言われてる。やべ、やべ、やべ。よ、切って。こい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 、もう行こう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 。まあ、ここに木あるけど。こい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 。え、あいつ何？え、あいつ何？ダイヤもできてるわ。出ます。255円安。あれマスターだけどな。205円安。ミリしか上がんなかった今。安。例えばあれは星草105しかないな。もうやばいな。結構なくなってきてんね。んー、大丈夫か？ 420 個になってる。すごい数だな。おい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 。
あいつ明日まで待っててほしいのかな。いるかな、まだ。あれ夜しかいないとかないよな。マジやめてほしいな、それだったら。まだ待っててほしいな。さすがに待っててほしい、まだ。これ終わらせてから行くわ。お前ら。めっちゃ来るな。まだ来る？中にもいるわ、いっぱい。戻ったやつらがこれ。あー、はいはい、こいつ以外そうだ。耳だけ絞りまーす。はい、ありがとうミルクね、ありがとうミルクね。いっぱいすぎて分からん分からん分からん。家に入らせてくれ。ちょ、狭すぎだな、あそこ。ダメだな、もうちょっと広くしたいな。王子食べよ。え、食べるとは僕食事まだしないよん。腹減ってないよん、腹減ってないよん、腹減ってないよん。12個。腹減ったら食べるよ、ちゃんと。ちゃんとね。俺だってもう人間よ。人間よ。僕は今人間の体だから、腹は減る。ちゃんと。僕も人間の今体してるから、ちゃんと。腹は減るよ。ちゃんと食べる。だけど、腹減ってない。現状今。だからまだかな。嘘。いや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 、現状今はあれだから、僕の体は人間の体をね、今ね、今人間の体だから、腹は減るかもしれないだけど、まあ、ちょっとまだ腹減んないから、ちょっとまだ食べないよっていうことよ。これ置いて、でなんだっけ、さっきあいつもう食べな食べな食べな、これねえ、多分海藻だよね、求めてんの。もう海藻ちょっと全部持ってくか、一旦怖えから、何個必要か分かんねえから、全部持ってくか。ちょっと待って、うわー、後でまた後で来るわ。てか忘れちゃうな、ここにこれオベリスクあんの。飛ぶの忘れちゃうわ。あいつまだいるかな。あいつ朝になったら消えるとかないよね。ちょっと最悪だな。いやー、草刈りしよう。でっかい木なってんな。よしよし。今ね、いっぱいあってね、損することはない。確実に。じゃなくね、こっちだよ。ピチャピチャっつってる。あー、これじゃん。俺持ってないで。この木はね、切ったら多分ね、落ちる。普通に。いる？めっちゃなってんじゃん。このネギやん、それに。これ植えてんのあいつか？もしかして。あ、いるわ、まだいるわ。ちょ、お前、持ってきたぞ、お前の食べたいもの。これよ。あ？
こいつぶち殺しで求めてるもん。こいつ高いっす確かこれ。待てこれじゃん。何あいつ、あなんかあいつ、いあいつにいいことしたらなんかもらえる感じ、もらえるんだったらいいけど、あいつマジでぶち殺すの何もくれねえんだったら。え、ここ往復するの疲れんだけど、さすがに。お前、往復なんだぞ、ここ。大変なんだぞ。ふざけんな、あの、タヌキが。タヌキだろ、多分あれ。わからんけど。なんか、デブすぎてわかんない、あれ、タヌキなんか。いや、一個しか持ってないって。いや、ちょっとマジで。これ以上頼むなよ、もう。頼む。腹いっぱいになってくれ。なんなかったのじゃあいつ殺そう。もうあいつもう肉にしよう。あいつこれで、いやもう僕腹いっぱいだよって言わなかったらもうあいつはもう肉にしよう。絶対的に肉にした方がいい。あいつは。あいつはもう外来種だ。ほら持ってきたぞ。ほら。あ？破裂しろ。ダメだ、何もできねえ。お前、これわかるよな。おい、これわかるよな、お前。お前どういうことかわかるよな、お前。おい、切られてんのか、お前。いいね。こいつもそうじゃん。これ何これ、こんな料理見たことないぞ俺、自分のやつで。あったかそんな料理。レシピ、そんなのあったかな。ないよな。俺作っ、これか。あ、いや、あるわ。イカスミのラビオリ。あ、トマト、小麦粉、イカのインク。来るか。トマト、あ、イカスミ、トマト、イカスミ、小麦粉ね。うわ、舐めてんなあいつ。あいつマジで舐めてんぞ。おい、小麦粉ねえから買ってくるしかねえしな。それに畜生、あいつ人間様をバカにしてるな。人間じゃねえんだけどな俺は。私は人間ではないのだけどね。甘酢が欲しい。何でもいいよ、受けてやる。今日水曜日だった。作れねえ、作れねえ。くしょ、あいつ、あいつマジでぶち殺して。本当にあいつだけはぶち殺したい。なんだあいつ、イカれてんで、ほんま。なんだあいつ、本当何、何あの、あの豚みてえな。え、マジ豚だろあいつ。絶対豚だって。種族間違えてるって。あれタヌキじゃない、絶対に豚です。あれは間違えました。ください。絶対あいつ種族を間違えてます。あれは豚です、確実に。アリオリオオリオ、ま、トマトある？あー、あるわ、1個、1個あるわ、1個、1個
個あるわ。どうする、どうする。トマトは1個ある、イカスミもある、確実に。あと小麦粉なんだよ。小麦粉か、どこないか。こ、小麦はあるよ。無理か、さすがに無理か。何もできんて。さあどうしよっかな。じゃあ、じゃあ おかしなパン、ポッピーシードマフィン、食べると気持ちが落ち着く、マスのスープ、トリプルシュート、ショット、エスプレッソ。速度1プラスされる。微妙。何するかなーって今思ったけど。どうしたかな、今日はこれで終わろうかな。いやだけどあいつ気になるな。明日の日付なったら、あ、待って、ここ増えてる、あ、増えてるわ。みんな健康、人口7ってさ、これさ、人口どんだけ増えるんだ。一体こいつどんだけ増えるんだ。例えばここキラさんの部屋だよ、見てよ、おもろいよな、このこの部屋。面白くしてるんだよ、この出迎えてるさ、この骨の骨とこいつ、あとここに模型、これ怠け者っていうらしいで、怠け者の骨らしい。これ売ってくるか、この剣とかいらねえからな。かけたトライデント、トライデントってあったよな、俺そういえばだっけ、なかったっけ。ネプチューン釣り機か、俺が言ってんの。これ強いよな、まだ55から64。55から64でしょ、強いよな、普通に考え。これが一番最強だったね、あの今まで、こいつが、こいつ買う前では。黒曜石の剣が一番最強だった。これってさ、クリティカルか、あの威力さ、プラス50されてすごかったよな。クリティカルプラス50ってすごいよな、そう考えると。剣の剣ね、買ったわ。骨の剣と騎士の剣だったら骨の剣の方が強えっていうな。フォレストソード、強力な森の魔法を帯びている。鉛のロット、驚異的な重さ。木のハンマー、強いな。こめちゃ強いよな。これさ、売ってこよ、ちょうどいいから。あそこ何時までやってるっけ。ああそうだ、引っ越し、今はものすごくナマズが欲しい気分なんだ。一つ持ってきてくれ。そういえばナマズ釣らないとダメだったの忘れてたわ。 I'm back, I'm back。 ああ、売りに行ってきます。あ、待って、売りに行ってきますっては言ったけど、今よかった、10時までだ。大丈夫、全然大丈夫じゃん。ジューラの村、
りに来ました。この検査は抜きてえな。カルにしてもな、ここの絶対枯れないんだよな、ここ全部落ちる、ここもそうだ。これ切ってなんか5時一旦開きます、一旦抱きます、どういうこと。オッケーです、オッケーです、オッケーです。食べてください、食べてください、食べてください。びっくりした、急にびっくりしたわ。おじ、いただきますって言うから、はい、食べてください、どんどん成長してくれ、それでどんどん食べて。なんもねえしな、疲れた、疲れた野郎。キノコ取ってねえや今日それ。笑われたわ、笑われたわ、俺が勘違いしたら笑われてしまった。どうしよっかな。あ、てか置いてくの忘れてた、普通に忘れてた。あと既存か、あーかー、ぶねえ。太陽が都合の罠になるザ・キングス。さあ、何持ってた？ジャガイモ。ノーマルがないね。うん、後で作ろう。じゃあ、ビーツ。トリュフオイルとかも。サーフ、メトリウス、あ、ハリセンボンの話そういえばしてたわ。ハリセンボンってあるかな、俺。いや、金しかない、ダメだ、さすがにこれはダメだ、このハリセンボンはあげられない。エララインにカボチャ持っていく。あ、マーニーにアマランサ、アマランサスを一束。あ、なんかデメトリウスにメロン、アムにペールエールを持っていく。あ、ホップから自家製ペールエール、あー、そんなもん作れてるんだよな、そういえば。これな
作れるんだよな。飲み物ができる。まあ飲み物できるんだけど、ぶっちゃけた話これさ、今まで作れなかったんだよ。多くの樹液なかったから。まあ今多くの樹液あんだけどね。あと2個だから、ぶっちゃけあと、さくらんぼと、なんだっけ、どれだっけ、リンゴかな、確か、リンゴが、あれば、いいから。1個はただに金入れろって言われてるだけだから、まあまあまあ、まだいいとして。トリュフさ、これどこで出ないんだよ。フィドルヘッド、なんだこいつ。何求めてんのこれ、フィドルヘッドって。何これ、フィドルヘッドって。あ、オーク。オークの樹液。はい。ワイン。ウサギの足。ザクロ。何しようとしてんの？俺ら揃ってる、ひまわりとキャベツだな。赤キャベツ。あー、リンゴもそうか。欲しい。こいつんとこで買えば絶対に大丈夫でしょ？干し草は。で、小麦。小麦ね。小麦どうしようかな。秋だよね、小麦って確か。早くこれクリアしたいんだよな。成長してくれ。え、てかこれ木のやつにかけ、え、どうなんだろうあれ。え、ダメなのかな。ちょっと待ってね。待ってね。でさ、あ、果実に効果がありませんって書いてあるわ。あー、ダメだ。ダメだったわ。ダメだったわ。畜生、ダメか。うん、イカのインクはあるから、1,2,3,4,5がないです。ドワーフに渡せってこと？違うよね、さすがに。あら、教えない恐怖に圧倒される。風変わりな赤石があしらわれて土木くる。あえ、古代のサンゴ礁に生息していたアンモナイトが長い時を経て貝殻だけになった。これでなんか作るってないのかな。あってもいいと思うけどな、普通に考えて。うん、ここあいつに持っていくとしよう。あ、やべやべやべ、寝ないとまずい。まあいい、明日になってあれ買いに行って、
ました。前は取れる？取れるね。全員取れるね。変えてあげたいんだけど、あ、わらわらわらってなくて、お前変えてあげて、めっちゃ変えてあげて、俺の名前ちゃんと変えてあげたいんだけど、俺ちゃんとほんとミスったんだよな、こいつの名前。こんな名前にしたくなかったのに。雑草生えてたから多分雑草生えてると思う。あ、生えてないか。生えてないっぽいな。大丈夫だ。雑草も生えてないね。フルシャープ多分ここの中に入ってない。どこ？いや、メープルシャープここでいいと思う。加工品で。これいいわ。買ってこよ。忘れないで買ってこよ。小麦粉買って、多分今日はこれでおしまいかな。この今日11日で一旦終わりかな。今日は。作れるんでしょ？確か。小麦粉1位、はい、オッケーオッケー。で、で。だとしたら。あげる。はい。ああ、これを見てると故郷を思い出しますよ。影の人々から送られたスパイじゃないよな。お前のことを目を離さず見てるからな。
なんで俺なんか影の人だと思われてんの？なんで？え、なんで？なんで？お前によく知られてるよな、結構。え、俺悪の人だと、影の人だと思われてんの？なんで？よく仕上げてるのに。結構よく仕上げてるのに。なんで？よし。よし、料理するか。まず腹いっぱいになってくれよ、これで。これで腹いっぱいになってくれよ。なってくれなかったらマジ、ちょっとマジで考えるぞ、マジで考えるぞ、俺は。リア、リタ？リア？どっちか忘れたけど、なんかやってるわ。よし。え、うち殺せよ、本当に。お前いい加減しろよ。本当なんだこいつ。あ、もう一回見せろ。赤、緑、カモ。ない、そんなもんない。俺作れない。え、ない、そんなもんないって。え、何今の。え、わかんねえんだけど。何今の。え、マジでわかんないもの。マジでわかんないものなんだけど。なんかマジでわかんないもの提供しろって言われたんだけど。あ？ねえだ。ねえ、わかんないわかんないもの作れねえぞ。ごちそうさまでした。おお、トマス様です。え、ちょ、いらな、別にそんないらない情報は。占いは？え、ウェルウィックの予言へようこそ。で、精霊の声の視聴者へ、直接お届けする唯一無二の番組です。今日の生徒たちは少々苛立っているようです。不幸な一日になるやもしれません。おいおい、やめてくれよ。おじ、いつですか？何がですか？何がいつですか？ん？あ、今日やめる時間ですか？多分今日やめる時間はね、この11日が終わって次の日になってからやめようかなと思ってます。終わる時刻はそんな感じです。
あの料理がわかんないな。なんだあの料理。誰、どっかで売ってねえかな。オッケー、オッケー、オッケー、オッライ。ありがとうございます。売ってないって。あんなもんどこで売ってんの。作り方もわからんって。載ってないよ。俺食べたことないもん絶対に。あれどっかで食べた記憶もねえしな。あんなもんこれじゃないしな絶対。なんだ、なんなんだあれは。あれはなんなんだ。いやマジでわかんない、マジでわかんない、マジでわからない。マジでわからない。あれこれ鉱石全部かな。鉱物ってこれ全部乗ってんのかな。え、2000円だってこれ。すごくね。2000円もするんだって。ダイヤモンドに750円。え、高っ。割りかし高いね。300円、これ高っ。 B サイト高っ。これも300円だ、すごい。ドロマイト、あ、これがないんだ俺。え、これでか、俺これだけしか、これだけ見つかってないんだ。なんだろう。え、待って、400円か。ここは海洋石。え、ワンピースかよ。あ、これ450円だ、ヘルバイト。おー、ファイヤーオパール。え、これ高っ。星のかけら、見つけた数4個だって。いやーこれ、こそう考えるとこれは少ねえな、めっちゃ。え、少なー、これは少ねえんだ。こっちは何これ、食べれた剣や、もうほとんど。歯磨き棒、まあ、魚釣ってないの多いな。うん、何このなんか竜みてえな。竜みてえだなこれ。アイスピップス、ピップ、植えられんの？納品したアイテム、ああ納品したアイテムか。納品してみるか。じゃあ。納品したアイテムってか、納品したことないんだ俺あんまり。俺。そっか、納品とかあんましないしな。別にいらんやろと思って納品してないからな、ぶっちゃけ。ちょっと納品してみるか。じゃあ1個納品してみよう、納品してみよう1回。あれ、あなたが納品してみるか1回。ここ皆さんちょっと、納品したことないでしょうってやつ。ここは全部納品したことある。納品しよう。これら全部納品しよう。
結構な数乗ったね。納品できたの。で、ああまあこれ増えてるわけじゃないか、まだ。あ、てか帰る芋か。そっか。そうだよな、帰る芋そりゃ入れてないよな。帰るも入れてみるか。スーパーナオコの卵を入れてみるか。アサリはあったず、サンゴあったかな、わかんねえや。どこ。よし。魚は大概が収めてるから大丈夫。やべ、あぶね。会計。ん？なんだこれ。あ？ダイヤモンド持ってこいって、お前。贅沢なやつだけどいいだろう。ダイヤモンドなんていっぱいある。ここから腐るほど出てくるからな。お前、普通のやつより多いぞ、普通に34個とか。ほらよ、ダイヤモンドいっぱいあるからよ。お前らにも分けてやるよ、じゃあ。ほらよ。おお、キモい。キモい。あ、3つ置いた。え、なにこれ、いっぱい、え、どんだけこれ、拡張されるんだ。これ、わからんくらい拡張されない？多分。結構な拡張になるだろうな。感じ。待って、今日俺行ってないよな。やばい、87か。よしよしよし。例えば。いっぱいあるし、通貨を。ああ、一社分にもいかなかったわ。例えば今日行ってないな。行ってこよう。キーキーに行ってきまーす。今日行ってなかったわ、片行き聞きに。神秘的な空間だよな、モンスターいるって。スライムだけだけど。やばい、わさび抜いて。よし、逃げる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 。あぶねー。来るな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 。あっぶねー。やべ、10時やべー。大丈夫だよな。よし、10時はまだ大丈夫。
よし、オッケー。ピョン。てか、多分大丈夫。普通にね、整理できるくらい大丈夫。出た。よし、これで一旦寝て終わりにしましょう。よいしょ。はい。おお。はい。あ、これどういうことか。クロッカス。S、これ高っ。あ、紫キノコも高いね、普通に。一番拾ってるやつで高いのはどれだ。あ、これ、あー、やっぱこれか。多分これ多分掘らなきゃいけないからっていうのもあるかもね、高いのは。野生に生えてるやつで一番高いのこれか。だけどぶっちゃけ一番取れるってなったらスパイスベリーかクロッカスも取れるし、普通に花あなき無視したからな。いやー、取ればよかったね。いや、クリスタルフルーツ高っ。降り高いよん。オッケー。オッケー。よし。てか、雨降ってるから家の中で挨拶しますか。ご視聴いただきありがとうございました。YouTube、Twitter、フォロー、コメント、あと高評価お願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。では、次回の動画で会いましょう。では、またねー。バイバーイ。お疲れー。